1年間はい1年間として、はい、例えばはいピアノを週に1回2時間例えばですよはいそうですねはい365日で1年間弾くと、はい、ピアノは弾けるようになりますか。ですねはっきり言ってしまうと、はい、もうこれはね本当に木下さん次第としか言えないです。ただ普通に僕が今まで教えさせていただいてきたタレントさんとかアイドルさんとか言うんですけどは全然なります。ただ弾けるってよく簡単に言うんですけど、うん、もういろいろあります。あ、はい、じゃあこれが弾けてる話なのかっていうのと、うんうん、バーってもう弾けてこれを弾けたとするのか、うん、かとかゴール地点みたいなのがないと、うん難しいですよね。弾けるのもいろいろ例えばお金持ちだって簡単にだって確かに、ね、10万持ってるお金持ちと思う人もいれば何百億を思う人もいるじゃないです か、うんうん、そうかそれはあります。牧原のりゆきさんも牧ね、はい、どんな時もなんでそれ選んでるの。いやこれはやっぱりいい曲ですよもちろん、やっぱ歌詞が今の僕と言いましょう確かにね確かにね突き刺さるんですよ。ワードがそうですよね。あの頃は良かったと、うん、ねそうですよね。言いたくないからとか、はいはいはい、うまく僕今笑えてるから大丈夫やとか、うん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 、なんか自分自身に勇気と現状を重ねた時に、ね、はい、これを本気で心から歌えそうな気がしたんです。あ、ぐっと入れそうな気がした、はい、入りそうな気がしたので、でももちろんピアノはゼロ、もちろん歌もそんな、はい、あの練習もしたことないです、はいはい、ですがこの曲をピアノで1年後に、披露できるようにいけると思います。マジっすか。いけると思います。いけると思います。ただ本当にもうこれは本人次第としか言えないです。これどこにも流れなくなる可能性もありますからね。ありますね。やめます。次回から来ない。途中でとかね。僕大体なんか始める時ってある程度見えてたり、なるほど、ある程度想定内やったり、はい、ちょっと外れても、うんうんうん、軌道修正できるぐらいの気持ちでスタートするんです。うんうんうん、ほんでゴールがあやっぱこうだったなって、はいはい、計画も立てれるんですけど、。今回に関しては人生初ちゃうかいうぐらい。だって本がないですもんね。本もない、うん、台本ね、うん、そうですね、はい、台本いわゆる目の前が一寸先は闇やし、うん、真っ暗本当わからない中だからこそこの曲選んだというかね。まあまあそうですね、うん、不安とかいろいろあるけども、もうおっしゃる通りです、うん、もうやっぱり今の時期しかやっぱ天気やと思いますし、はい、なんかゴロゴロ変わっていくなら自分からも変わっていって、うん、ね、もういいように、もちろん努力っていうのはこの年でするのは正直怖いし、うん、辛いし、うんうん、逃げたい気持ちもあるんですが、はい、あえて、このピアノという、わかりました、1年後、力貸していただきたい。できるだけお付き合いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。そしたら1から行きましょう。お願いします。細かい話になります。はいちょっと歌、僕が伴奏するんで。なるほど。歌ってみますか。はい、だって歌うまですもんね。いやまあ私ですよ本当にやめてくださいよ。もっと引っ張りますかその話。声聞きながらちょっと崩していく感じになるとは思います。ただちょっとまだキーが僕ね、木下さんのキーがわかんないんですよ。キーね、僕のどこまで出るか。はい。はい、だからちょっとそれをまず知りたいですね。まあ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 。決してひどくはないはい、ただ今回はピアノも歌も両方なんですよ。そういうことですよね。そういうことなんですよ。確かに、しかも弾きながら歌うだからな。はい、はい、じゃあ一回じゃあ歌詞見ます、はい、ここがね、はい、まずここの「タタタタタ」「僕の背中は自分が」いきます、はい、ちょっとやってみましょう。はい、いきます。僕の背中は自分が思うより正直かい。誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよ。他人なつ僕のために誓ったあの夢は
せないのは電車でも時間でもなく僕かもしれないけど、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために、好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい。どんな時もどんな時も愛探し続ける日々が答えになること僕は知ってるから。今のやろうか。